皆さんこんにちは、レミです。今日は新大久保での購入品を紹介していきたいと思います。でちょうど今新大久保から帰ってきたばっかなんですよ。で撮影は明日ゆっくりしようかなって思ったんだけど、これからあのメイクを落とす時に使いたいものがあったので開封しちゃう前に撮影しようと思って、ちょっと顔のテカリだけ抑えて撮影することにしました。でそのメイク落としの時に使いたいっていうのがこちらのクレンジングバームです。韓国のクレンジングバームを一回使ってみたいなと思って、いつもはクレンジングクリームをクリームタイプのやつ使ってたんだけど、バーム状のものがこう流行ってるなと思ってちょっとせっかくなので購入してきました。だからこのクレンジングバームは妹がなんかすごい流行ってるらしいよっていうのを教えてくれたので購入してみました。これはパッケージに落とすほどにお肌が良くなる気分、すべてを満足させるオールインワンクレンジングバームって書いてあるんですけど、お肌が良くなる気分、お店で見た時にこれはこういうバームですよっていう紹介を見てみたら、シャーベットみたいなテクスチャーって書いてあったんだけど、シャーベットって結構なんかジャリジャリシャリシャリした印象じゃないですか。でも意外とね、なんか柔らかいしっとりタイプのテクスチャーですね。全然なんかシャーベット感感じないけどな。でなんか肌にこう塗ってるとなんか心なしかちょっとあったかくなる感じがする。これは今夜こうメイク、このメイク落とすのすごい楽しみだなって思います。はい、で次に紹介するのがザ・セブンのフレッシュアロエサンスティックです。これはスティックタイプの日焼け止めですね。スティックタイプの日焼け止めなんか流行ってるっていうのを見て気になってたので、ザセムっていう有名なところのやつだったら効果結構ありそうかなと思って今回これを買ってみました。これは SPF50+PA4+ のアイテムです。で求めてたのが他のねスティックタイプのやつだったんだけど売ってなくって、しぶしぶっていうとあれなんだけど、しぶしぶこれを購入してきました。蓋を開けるとこんな感じで、なんかスティックのりみたいな、あ、アロエっぽい匂いで、こう実際に肌に塗ると結構塗りやすい。本当にスティックタイプののりを自分の肌につけてる感じがする。で多少やっぱりベタベタする感じはありますね。そんなにサラッと感がないですね。私普段は顔にクリームタイプの日焼け止めを塗ってるんですけど、職場との行き帰りの時にほんの数分こう炎天下の中を、炎天下ってほど暑くないかまだ、日差しが強い中を往復してたらこう T シャツ焼けが気になっちゃって、こうやって見てもあんまりわかんないかもしれないんだけど、最近 T シャツ焼けが気になっちゃってて、これだったら職場からこう帰ってくる時とか行き来する時にクリームタイプってなんかもう手がもうなんだろうなんかもうベタベタして嫌だみたいな感じになっちゃうから、スティックタイプでこう腕だったりここら辺の首筋だったり首のここの裏のとこだったりとか気軽に塗れたらいいなと思って今回スティックタイプの日焼け止めを買ってみました。はい、じゃあ次に紹介するのがこちらの大量のパックです。なんかいろんなところのやつ、いろんなところって言ってもほぼメディヒールだった、メディヒールのやつをたくさん買ってみました。1個だけメディヒールのやつじゃないやつがあって、これなんて読むの、これなんて読むんですかね、アービブ、ちょっと読み方が分かんないんだけど、妹と妹の友達がこれすごい良かったって言ってて、言われるがままに、そんなに高くなかったので300何ぼかだったので、これ試してみて良さそうだったらまたネットでたくさん買ってみようかなと思って今回お試しで2枚だけ買ってみました。で他のやつがこれメディヒールのやつですね。何の効果があるやつだっけな。これは肌の弾力アップの効果があるそうです。再生効果、弾力アップ、シワケアに特化した成分が配合されているパックだそうです。で、次にこのなんか珍しい、これもメディヒールのやつなんですけど、
ブラックチップのサークルポイントマスクっていうのを購入してみました。これなんかこんな感じ、写真にあるようにここの部分にこのブラックチップがついているパックらしいです。これ3種類ぐらいあったんですけど、私はこのむくみに効果があるタイプを購入してみました。はい、で次にバラ売りのやつ4枚買ったのがメディヒールのストレッチングパッチっていう、気になるフェイスラインに緊張感を与え弾力のある V ラインフェイスに整える V ライン専用パッチだそうです。こういう写真のみたいな感じで、こう顎のところにつけて輪郭をシュッとさせてくれる効果があるパックパッチだそうです。なんかこういうの結構なんかピンク色の商品とかよく見るんだけど、あれ1枚確か結構1000円ぐらいして高いなって思ってたんだけど、これ350円で大好きなメディヒールのやつだし効果あったらいいなと思って、ちょっと最近ここのたるみだったりがすごい気になるので4枚がっつり買ってみました。で箱買いしてきたのがこのメディヒールのこのパックですね。これ10枚入りのやつを購入してみました。これは以前バラ売りで売ってたやつを買ってすごい良かったんですよ。これ何の効果があるかっていうと V ライン小顔効果、むくみが気になったりする人におすすめのパックだそうです。紹介してきてちょっとわかるかなと思うんだけど、このむくみだったりこのフェイスラインだったりに効くものを今回たくさん買ってみました。とネットでもいろいろパックとかって買えるじゃないですか。でも直接目で見て普段なんかネットでも見ないようなものをこうたくさん見て、今回は自分の悩みに効果がありそうなものを購入してみました。はい、次にコスメですね。コスメはリップとチークを購入してきました。マスカラとかアイライナーとかアイブロウペンシルとかも欲しかったんだけど、まあ、なんか今のやつ、今使ってるやつでもなんか満足だし、正直なんかすごいピンとくるものがなかったので色味がすごく好みだったこのリップとチークだけ購入してきました。でこのリップがコリンコマシュマルベルベットティントっていうやつで、色が2番のやつですね。もうサンプルが置いてあって、このなんかマットな感じのやつの色味がすごく可愛くって、あと色味ですね、マットな質感と色味がすごい可愛かったので即買いですね。なんか何の匂いか分かんないけど甘い匂いがします。色味はこんな感じです。実際に唇に塗ってみたら結構表面がサラッとしたマットな仕上がりですごい好きな感じでした。でそのコリンコのリップに合いそうなチーク、ザセムのシングルブラッシャーっていうのも購入してみました。ちょうどね探してた感じのチークだったんですよ。しかもすごいプチプラで500〜600円だった気がする。パウダータイプですごくこのコリンコのリップに合いそう、こんな感じですね。マットな感じの色味です。で最後に紹介するのが、はい、こちらなんだろう、コチュジャン、コチュジャンかな、辛口コチュジャンです。これはソウル市場っていう韓国の食材がたくさん売ってるスーパーみたいなところで買ってきました。お、これはちょっと私が食べたかったというよりかは彼へのお土産ですね。2人とも辛いものが好きなので一緒になんか美味しいもの食べれたらいいなと思ってこれを購入してみました。はい、ということで今日は新大久保での購入品紹介をしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。結構ねスキンケア用品を中心にすごいたくさん購入してきました。でもねこうクレンジングバームだったりとか、探してたスティックタイプの日焼け止めだったり、もう自分の悩みを解決してくれそうなパックだったりがすごいたくさんいいものが手に入ったので本当に大満足のお買い物でした。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画が良かったなって思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。